こんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、久しぶりのメイク動画となります。今回のメイクはですね、もうこの通りめちゃくちゃ可愛いんですけど、夏の日焼け肌メイクをやってみました。本当にね、一個一個のパーツをすごくもう夏にぴったりな、夏に似合う感じのメイクにしていったので、ぜひこの夏のメイクの参考になったら嬉しいなというふうに思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、では早速メイクをしていきたいと思います。まず使ってるカラコンがですね、オーレンズのワンデーのエンディングブラウンというのを使ってます。こんな感じのカラコンです。私この、オリーブの方を結構使ってたんですけど、ブラウン今回初めて使ってみたんですが、結構可愛いです。しかも今回のやっていくメイクにもすごく合うし、結構発色もしっかり良くて、割と明るいブラウンなので夏に本当にぴったりかなと思います。ではじゃあまずは下地からやっていきます。使うのがこの MAC のライトヘルシープラスティンティットプライマーです。なんか最近私肌がちょっと変わってきたっていうか、なんか合わないコスメとかもちょこちょこ出てくるようになっちゃって、すごいいろいろ試してみたりとかしてるんですけど、やっぱこの MAC のね、この下地は本当にメイクのりも良くなったり、持ちも良くなったりするので、やっぱりこれは優秀だなと思います。夏は特にメイクがよく崩れちゃうので、そういう意味でもこの下地は結構おすすめです。トーンアップしてくれるんだけど、そんなになんか白すぎないっていうか、極端に明るくならないので、なんか自分の元の肌の色も活かしてくれながら、ちょっとこうパッと明るく透明感の出る感じで、そこも好きなポイントです。そしたら続いてファンデーションしていくんですけど、今回夏メイクということで、ちょっと日焼け肌っぽいメイクをしていきたいなと思っていて、最近って割となんか白肌だったりとか美白みたいな感じで言われてますけど、やっぱりちょっと焼けた肌も可愛くないっていうことで、今回はこのファンデーション使っていきます。メイベリンのフィットミリキッドファンデーション D113番っていう、ちょっとオレンジっぽいというか、結構濃いめのカラーなんですけど、可愛いんですよ。やっぱ私もともと割と地黒っていうか肌が暗めなので、やっぱり人間ないものねだりだから、すごい美白な方とかやっぱり憧れるは憧れるんですけど、でもこう暗い肌は暗い肌なりの良さがあると思うので、今回はそれをちょっと活かしながらやっていきます。ちなみに今回のメイクをインスパイアしてくれた、インスパイアされたのはタイラなんですよ。タイラとかティナーシェとか本当に可愛くて、私ああいうお顔がすごくタイプなので、インスパイアをそこから受けまして、今回のメイクに至りました。ある程度伸ばしたらちょっとスポンジで、あとは細かいところなじませていきます。はい、こんな感じです。やっぱこのファンデーション本当すごいよな。めっちゃ綺麗だし、しかも持ちが本当にいい。大好きフィットミ。そしたらもう早速アイシャドウに移っていくんですけど、アイシャドウはこちらを使います。ちょっと汚いけど、シュウエムラのクロマティックスクワットアイスカルプとウィンタートランクイリティ、トランクイリティっていうカラーを使っていきます。このアイシャドウすごい可愛くて、結構スモーキーなカラーなんですけど、こんな感じでちょっとピンクっぽい感じのカラーと、あとカーキっぽいニュアンスのブラウンカラーかなが入っています。これめっちゃ可愛いんですよね。私はこれの右上のカラー、このカーキっぽいちょっとラメが入ったこちらのカラーを塗っていきます。これはもう手にがっつり取ってしまって、アイホール全体に広げていっちゃいます。めっちゃ可愛くないこのカラー。私こういうカラー本当に大好きで、スモーキーなカラーっていうのが言えばいいのかな、超こうクールトーンな感じで、本当に本当にタイプ。めっちゃ可愛い。メインとなるカラーは割ともう指で塗っちゃうことが多いですね。ブラシでもいいんですけど、指でがっつりと塗った方が発色も良くなる気がするし、調節もしやすいかなっていう気がするので、指でも塗っちゃいます。はい、こんな感じ。めちゃくちゃ可愛いこれ本当に。
一応ダーク系のカラーではあると思うんですけど、すごい細かくこうラメというかパールが入ってることで、ちょっとこう明るいホワイトっぽくも見えたりするんですよね、角度によって。それがまた可愛いんですよ。そうしましたら続いてこの筆にこちらの右下のカラーを取ります。これを目尻に重ねていきます。ちょっと締めるイメージでこんな感じで入れていきます。ここのカラーも結構なんだろう、本当にクールトーン、ちょっとグレーっぽいブラウンかなになっていて、とってもクールなアイシャドウです。こんな感じ。上まぶたはもうこれで以上。続いてもう下まぶたをやっていきたいんですけど、こちらのティルティルのミルキーメロンシャドウ01番ゴールドを使っていきます。こちらのアイシャドウのこの右下の濃いブラウンのカラーを取っていきます。私はもうこの付属の筆でちょっとこう縦にして、このつま先っていうか筆先かに取ってあげて、この下目尻の三角ゾーンここに入れていきます。あ、めっちゃ濃くついちゃったかも。ここにね、目の際に目尻の方から入れていきます。このアイシャドウね、本当に発色めっちゃいいんですよね。見てお分かりかと思うんですが、めっちゃ濃くついてくれるんですよ、うん、だいぶ違う左右で。この後目頭の方にちょっと明るいカラーのせていくので、割と濃く塗っちゃっても大丈夫です。なんか私って本当メイク割と適当っていうか、なんかミリ単位でとかやるのが苦手っていうか、そんな毎日やってられないなと思って結構も大雑把にやっちゃうんですけど、結果的に割と良くはなる気がするので、オールオッケーって感じで。ここでですね、じゃじゃん、こちらのトゥークールフォースクールのアートクラスフロッテージペンシル、このカラーは09番のシアーヌードっていうややピンクっぽいカラーのペンシルタイプのアイシャドウを使っていきます。これでこの目頭のところ、このくの字をこれのペンシルで描いていきます。ちょっと今回アイシャドウのカラーが暗めっていうか濃いめなので、ここでちょっと抜け感を作ってあげるイメージで入れていきます。結構もうがっつり入れてもいいかも。ちなみにこのメイクは私あのタイラのメイク見てて、こんな感じで目頭のところにハイライト的なカラーを入れてるの見て、可愛いと思ってやってみたらすごい可愛くて、今回のメイクにもとってもぴったりでした。これもうすでにペンシルタイプになってるからすごい入れやすいんですよね、こういう細かいところにも。そこが好き。がっつりと目頭の方にハイライトカラーをのせていきました。そしたらもうアイシャドウはもうこんだけで終わりで、次はアイラインを引いていくんですけど、デジャブの密着アイライナー極細クリームペンシルブラック、リアルブラックを使っていきます。最近私アイラインはもうブラックで結構キリッとしたアイラインを描くことが多いんですけど、今回もブラックを使っていきます。とまずこの目頭の方のこの粘膜あたりですね、ここに沿ってアイラインを引いていきます。これはまあ目をこうやってしっかりと正面見て開けながら、太さっていうかは決めていく感じ。ややこう正面向いた時にアイラインが見えるぐらいかな。あんまり太くすぎても違和感があるかなと思うので、このぐらいかな、本当に入れていきます。でそしたらこっちの下の方にもつなげていく。ここはこんな感じでちょっと引っ張ってあげて、こういった感じで引いていくのがいいかなと思います。ここも正面見ながらいい感じの太さ濃さで描いていきます。このアイライナーペンシルは本当に名前の通り極細なので、すごいね、細かいところまで描きやすいです。こんな感じでとりあえず目頭の方はできました。そしたら目尻のアイラインを引いていきます。目尻のアイラインは本当に割といつも通りっていう感じ、跳ね上げて私は描いてます。はい、今こんな感じで両方アイラインを引き終わりました。そしたらピューラーをしてまつげを上げていきます。
もしビューラーでこのアイラインだったりとかアイシャドウがちょっと落ちちゃったりとかする場合は、またその落ちちゃったところをアイラインだったりアイシャドウだったり付け足してってください。ちなみに私は一回一回こうティッシュでビューラーを拭いてからやるようにしてます。続いてマスカラを塗っていきたいと思います。マスカラはもう安定ですね。キャンメイクのクイックラッシュカラーのブラックを使っていきます。このマスカラはね、本当にとにかくキープ力がとっても高い。私は結構マスカラ塗った途端本当にもう落ちてくるタイプのまつげなんですけど、そんな私のまつげでももう一日中ずっとキープしてくれているので、このマスカラはもう手放せないですね。大好きなベストコスメです。これだけでもね、もう十分目がバッチリしたと思いますが、さらにちょっとボリュームをつけるためにラブライナーのマスカラを塗っていきます。もうこのタイプ、このパッケージのタイプのマスカラはちょっともうなくなっちゃってると思うんですけど、確かリニューアルしてると思うので新しくパッケージが変わっていると思うんですが、このラブライナーのマスカラの好きなところは、まあ、ボリュームももちろん出るし、あと短いまつげとかもすっごいしっかりとキャッチしてくれて、本当に綺麗、仕上がりが綺麗な印象があって、ここがすごい気に入ってるポイント。あとはこうまつげ美容液の成分も入っているので、まつげケアしながらマスカラ塗れて、でなんか割とみずみずしいような印象が個人的にはあります。なんて言うんだろう、美容液成分が入っているからなのか、まつげ塗った後もなんかパリッとかっていう感じではなくて、割とみずみずしくまつげが見える気がするので、ここがとっても好きなポイントですかね。で、下まつげは個人的にはこの目尻の方は塗らずに、割とこの内側、目頭側をたっぷりと塗ってあげます。こっちまでしっかり塗ると、こう私って結構つり目なので、その分こう目がこうキュッてなっちゃって見えるっていうか、ちょっと目がちっちゃく見えちゃう気がするので、だから私はこの目頭だけ、目頭の方だけ塗るようにしてます。ということでアイメイクはもうこんな感じで OK です。じゃあ続いて眉毛をねやっていこうと思うんですけど、私眉毛今ブリーチしていて、クリアマスカラだけしてちょっと眉毛の毛並みを整えていこうと思います。シューのフレックススタイラー水クリアっていうやつ、こんな感じでね、ブラシが真っ赤なんですけどクリアの液が入っていて、これでこの眉毛の毛流れを整えてあげます。ちょっとね今あの新しい眉毛が生えてきまして、若干バイカラーみたいな感じになっちゃってますが、またブリーチしないと、すいませんちょっと汚く見えちゃうかも。そうしましたら続いてコンタワーをしていこうと思うんですけど、ティメージのこのパレット使っていきます。01番、こんな感じでシェーディングとマットのハイライトとこのパールのハイライトがありまして、まずはちょっとシェーディングしていくので、この右下のカラーを取って、これを鼻筋のところと、あとはこのアイホールにつなげる感じでこっちの目尻側も入れていきます。あとこの鼻筋、鼻先の方にも入れていきます。そしたらブラシを変えてこのフェイスラインのところにも同じくシェーディングを入れていきます。でちょっとここから結構私が最近取り入れたメイク方法なんですけど、このねマットのハイライトあるじゃないですか。でマットのハイライトをこのちょっと汚いなスポンジに取って、これをね前のインスタのリールにはあげたんですよ。タイアップさせてもらってあげたんですけど、ここの目の下のところにこうやってポンポンポンって入れてあげます。すると分かるかな。私今回のファンデーションしてから特にフェイスパウダーとかをしていないので、割とこういうツヤっとしたところとかがちょっとこういったクマだったりとかね毛穴だったりとかが目立ちやすくどうしてもなっちゃうんですけど、
このねマットのハイライトパウダーはマジで毛穴も潰してくれるし、でパッて明るく見せてくれて、全然こう印象がやっぱ違うと思います。これ本当にね感動して、最近はめっちゃ取り入れてる。ちなみにこの T ゾーンのあたりとかもね、これでちょっと抑えながらハイライトとして入れていくんですけど、これもね本当にやるだけで全然違うのでおすすめ。これ本当、鼻筋もちょっと下地仕込みとして入れていきます。あとはこのほうれい線のあたりとかも押さえてあげて、続いてチークをしていくんですけど、チークはこの MAC のミネラライズブラッシュスキンフィニッシュグローバルグローというのを使っていきます。これはあのポップアップの時に来てくださった方がプレゼントしてくださったチークなんですけど、これがねすっごい可愛くて、本当にもうマジで夏ガール、これつけるだけでも一気に夏ガールっていう感じになります。これを取って頬に入れていきます。結構もうこれ自体にこうちょっとツヤっとしたツヤ感があるので、割と私はこのチークをするときはいつもこの頬のところに入れてる C ゾーンに入れてるハイライトはしないで、もうこのチーク1本で済ませちゃうことが多いです。でもちろんこの日焼けチークにしていくので、鼻のこの中間あたりにかけていきます。今ほこりだと思ったら自分のほくろだった。で鼻の先にも入れます。結構このチークは発色が濃いので、あんまり入れすぎるとあれなんですけど、でも可愛いんですよね結構入れてあげても。続いてハイライト、このさっきのティメージのパレットの左下のこのラメパールのハイライトを塗っていくんですけど、私はもうこのハイライトは鼻先とこの目の中間のところね、鼻の付け根あたりと、もう顎と上唇にのせる。 C ゾーンは本当にあのチークだけで OK です。じゃあもういよいよラストスパートですね。リップなんですけど、リップは今回はこちらのね MAC のリップを使っていきます。 MAC のラスターガラスリップスティックの Like I was saying っていうこのカラーを使っていきます。これマジでかわいい、本当にかわいいです。このカラー超好きなカラー私が、うん、かわいすぎる。なんか赤っぽくも見えるけど、そんなに主張の強い赤っていう感じでもなくて、ちょっとこう透明感のあるクリアな赤なので、すんごい可愛い、夏にもぴったり。ツヤをつけていきたいので、このじゃーん、ロードのリップを使っていきます。ペプチドリップティントのトーストっていうカラーなんですけど、もうこれ自体に色がややついているんですけど、お出しすぎちゃう。この上から塗ってあげることでより深みが出てツヤも出てめちゃ可愛い。一本でもいいんですけどね。でロードって日本に発送してないので、私はね倍まで買いました。だからちょっと割高だった気がする、気がするっていうか絶対割高だったんですけど、どうしても私この4本セットになったリップが欲しくって、それで発売後すぐに倍まで買ったんですけど、なんとね1本どっかに落としてきました。もう本当に悲しい。すっごい気に入っていたブラウンのね、めっちゃブラウンのエスプレッソっていうカラーがあったんですけど、それをどっかに落としてきちゃったの、本当にショック、辛すぎる。はい、ということでメイクはこんな感じで完成いたしました。どうでしょうか、すっごい可愛くないこのメイク。私このメイク本当に大好きで、この夏はいっぱいやろうと思ってるこのメイク。ということで、じゃあ髪の毛もちょっと軽くセットしていきたいと思います。はい、ということでこんな感じでヘアもやってきました。完成どうでしょうか、めっちゃ可愛くないこのメイク、本当にお気に入りのメイクです。最近そうメイク動画もねそこまで上げていなかったかなと思うんですけど、なんかあんまり
こうしっくりくるメイクっていうのがなかなかなくって、で結構最近はもう決まった定番のメイクっていうかが多かったので、新しいメイクのね提案っていうのがなかなかできていなかったんですが、ちょっと今回のメイクはあまりにも可愛すぎると思って、ぜひみんなにもやってほしいなと思ったのでメイク動画を久しぶりに撮りました。そう、結構あのメイク動画もまた上げてくださいっていうお声もいただいてたりとかしたので、まあぜひ参考になったら嬉しいなっていうふうに思います。まあ夏って結構日焼けとかをねする機会も多いと思うので、なんかそういった時にちょっと日焼けメイク、あ、そういえばシノタンなんか上げてたなみたいな感じで、このね夏ならではな感じのこのちょっと焼けた肌のねメイクもぜひぜひやってみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。